そうそう、自民党ね、総裁選、菅さんがね出ないみたいで出馬を断念されたようで、果たしてね誰になるのか。僕的にはね、まあ個人的にですけど、やっぱり高市さん、高市早苗さんね、まあ、初の女性総理目指してね、頑張ってほしいですね。安倍さんもね、支持するっていうことをね言ってくれましたんでね、どうなんでしょう。一人の力じゃね、ちょっと派閥を持たないね高市さんじゃ無理だと思うんですけど、まあ他の面々見てたら、まあ、河野さん以外はちょっとねもうないかなって感じですよね。まあ、河野さんか高市さん、やっぱり決断力のあるね人、そして表に立ってね、こう自分の意見をねしっかりね持ってる人、ぶれない。あと高市さんはねすごくこう話し方もうまいんでね、まだまだねこうコロナの先行きが見えないんで、厳しい政局になるとは思うんですけど、そういったこともね逃げずにちゃんと国民に説明する、そういうことができる総理大臣にねなってほしいですね。まあ、今のね菅さんが、まあ、実務型というんですかね、物事を進めていくことはうまいのかもしれないけど、やっぱりそれを国民にちゃんと説明できないとね、何かこう作られた原稿を棒読み、ただひたすら棒読みみたいなね、まあ、あとは二階さんね、二階幹事長、この二人相当ねお年を召してますから、やっぱりここは世代交代、一気に世代交代をね図ってほしいですよね。まああとはね、日本もねアメリカの大統領選挙みたいに国民投票でね総理大臣を選ぶ、首相を選ぶね、何かそういう仕組みにならないもんですかね。やっぱりなんかね、若者も含めて、まあ、僕ら世代でもそうなんですけど、選挙離れというか政治に関心がないとかね、やっぱり そこ
もあるんじゃないかな。そもそもこうトップの人を選べない、トップの人をね選べたらね、面白いですよねって思うんですけど、まあ、それこそねマイナンバー今ね進めてるんですから、マイナンバーカード、マイナンバー持ってる人はねウェブ上からそのマイナンバーのね有資格者はね投票できるようにしたらね、インターネット投票でもっと投票率も上がるんじゃないですかね。で、若い人も政治に関心を持ってね、で、どんどんこう政治の世界にもね新しい血を注いでいかないと、なんか未だにその派閥の論理じゃないけど、自民党なんかね何々派何々派っていう派閥のそういう領袖がいてね、まあボスがうんって言わなきゃ出馬もできないようなね、まあ今時の議員さんたちはボスが右向けって言ったらみんながみんな右へ向くわけじゃないみたいだけど、でもやっぱりそういうなんか旧大前としたものがね残ってるのは事実なわけで、まあだからこっちの派閥のゾーンとこっちの派閥のゾーンがねうんって言えば次の総理大臣が決まっちゃうみたいな、やっぱりそれではねダメだと思うんですよね。国民一人一人にやっぱり選んでもらう一番民主的な方法ですよね。今回の総裁選挙では無理だと思うんですけどね、今回総裁選挙を勝ち抜いて次の次期総理大臣になった方がねそういうことをねやっていってもらったらすごくいいなと思うんですけどね。